今年度の天文イベントを。先生乗らないでくださいよ。実はですね、人数も少ないし、ちゃんと活動して実績を出さないと廃部になるかもしれないんです。本当ですか？霞祭って野々原先生、うちの学園に詳しいですね。そうだったんですか。さらっと他人のプロフィールを捏造しないでくださいよ。当時は教えてもらってるんですよ。珍しくやる気だな。まず嬉しいですけど、先に活動内容を考えないと。そういうことだ。小納言は小さいものは何でも美しと書いてますが、この美しとは美しを使って例文を作ってください。くずみくん、確かに美しは小さいですけど。直樹、昼飯食いに行こうぜ。そっか、寝過ごすにジュース一本。
おくん。なおくん、なおくん。やっぱりここにいたんだ。今の時期、とても気持ちいいもんね。もう、起きてるんでしょ？そろそろ午後の授業が始まっちゃうよ。
何言ってるのよ。もう待っててくれ。今日は今年の天文部の活動方針を決めようと思ってるんです。いいですね。お前な、天文とどういう関係があるんですか？直樹は真剣にボケるから突っ込みにくいんだってば。試合か？誤解を招く発言をするな。直樹がそうさせてるの？まつりちゃん、じゃあ注文いいかな。私も。ご注文は以上でよろしいでしょうか。それでは少々お待ちください。冗談冗談。
生がいないのが痛いんだよな。そうですね、オリエンは頑張ってたのに残念です。ここでサボってるのはいましたが、あとは部室ですね。それに霞祭では何か発表もしないと。慣れてますよね、すごいです。ありがとうございます、憧れてましたから。そんなの見て喜んでるのは直樹だけだね。今日はビッグニュースがある。別にビッグでも何でもないでしょう。お、越後屋じゃないぞ。でもワンパターンから